6丁目にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。もともとは駅間距離が比較的長い柏駅高田駅間の中間付近に行き違い施設を設けるために五移動信号場として開業した。地元住民から初めて新駅設置の要望が出されたのは1968年のことであり、柏市が駅設置の負担金として2億円余りの予算を計上し、 2004年に旅客駅に格上げされた。駅名の由来は、柏市から五井道の地名を生かした駅名とするように、要望があり、近鉄大阪線の五井道駅特別するため、JR を管している。相対式ホームに面2線を有する交換設備を備えた地上駅。駅本屋側ホームに王子方面、古泉橋を渡った反対側のホームに高田方面への列車が停車する。 王子鉄道部が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅員が常駐し、緑の窓口も設置されている。IC カード乗車券、移行化を利用でき、王子方面駅のホームにのみ自動券売機及び、簡易式の自動改札機が設置されている。2018年度の1日平均乗車人員は788人で、ある。 奈良県統計年間によると、各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、駅周囲は畑が多く、工場が点在する。柏市デマンド交通柏市、コミュニティバス、大和高田市、コミュニティバス希望号ご移動信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。